谷弁護士カフェ。この時間は琴谷暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは。今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。琴谷弁護士カフェは札幌市西区琴谷の弁護士事務所、琴谷暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大事になるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。アシスタントの加藤です。本日もお願いいたします。はい、はい。近年ではAI の発達によっていろいろなシステム、いろんな業界で増えてきているんですが、最近その代表的なものとしてチャット GPT というのがやはり話題になっていますよね。はい、先生、こちらのチャット GPT は使ったことはありますか？はい、知ってます。で、はい、でまあこれあっという間に広がりましたよね、チャット GPT ね。で先日もね、チャット GPT のアルトマン CEO が来日されたこと、話題になっていました。でこのチャット GPT、 簡単に説明しますと、こちら側が入力した質問に対してですね、本当自然な言葉で回答してくれるという対話式の AI チャットサービスなんですよね。で質問に答えてくれるだけでなくて、文章の創作だとか要約、翻訳なども行ってくれるという、もうこれ画期的で便利なサービスとして今ね、多くの人結構利用してるんではないでしょうかね。はい、以前その国会で岸田首相に対してチャット GPT で作成した質問をして、さらにそのチャット GPT が作った首相の想定答弁というのが披露されたニュースがすごく印象でした。はい、私の周りでもその文章を作成ですとか、こう文章を要約したり、あとはこうアイデアを出してもらったりとか、結構のそのプライベートや仕事で使っている方っていうのがたくさんいるんですよね。本当にすごく AI って賢くて便利だなと思います。そうなんですよね。で、はい、少しね応用すれば本当ね、さまざまな使い方ができるこのチャット GPT ですけれどもね、実はね一方で使用禁止にしている企業もね、増えてるというかあるようなんですよね。はい、企業がそのチャット GPT を使うということに対してどういう心配があるんでしょうか？チャット GPT を業務的に利用することで、まず一番気にしてほしいのは企業秘密、機密情報、個人情報などの情報の漏洩なんですよね。で、実際今年の3月20日に別のユーザーの氏名や住所、クレジットカードの番号の下4桁などが表示される問題があったとして、それでチャット GPT 一時ねオフラインになってしまいました。で、このチャット GPT を開発したアメリカのスタートアップ企業、聞いたことあると思うんですけど、オープン AI という会社なんですよね。で、これはシステムのバグが原因だったと、お話しされていて、現在はね修正されているということなんですけれども、こういうのはね、やっぱたくさんの顧客情報を扱う大企業をはじめ多くの企業がね、現在もやっぱり使用を禁止というか使用しないようにしているようなんですよね。はい、ありがとうございます。まだまだちょっとチャット GPT は現段階においては、気をつけて使わなければならないということですよね。はい、情報の漏洩というのは本当に企業にとって命取りにもなりかねない重大なことなので、あとは他にも何かこうチャット GPT の利用で法律違反になるかもしれないようなことってありますか？チャット GPT ね、これ学習してるんですよね。いろんなところからデータを集めて、で、この学習しているデータの中には個人情報保護法で守られるべき情報だとか、あと著作権が設定された情報も含まれる可能性あるんですよ。で、今年の6月の上旬にもね、政府の個人情報保護委員会はチャット GPT に対して SNS などで
出回る発信者情報以外の個人情報をチャット GPT が当人の同意を得ずに取得する可能性がありますよとして、プライバシー保護の観点から、問題があるんじゃないかと指摘していたんですよね。このチャット GPT を開発したオープン AI に対して行政指導したとのニュースも、あったと聞いてます。具体的な被害だとか確認されていませんが、何か問題が起こってからでは遅いという判断からこのような手段に出たのかもしれないわけですよね。で、チャット GPT には個人情報の利用目的に関する日本語での注意事項がないので、やはり企業側はリスクを負って利用するには今なかなかね及び腰だという判断をしているんではないでしょうかね。はい、その使い方によっては個人情報保護法または著作権侵害だけではなく、そのプライバシーの侵害にあたるかもしれないということなんですね。そうなんですよ。はい、他にも悪意のある第三者が AI に間違った情報を学習させることで、回答の偏りだとか誤りが生じて正確性が低下してしまうという点もね問題されてるんですよね。はい、その正確性という話なんですが、そもそもそのデータベースというか何の情報をこうベースとして答えをこう作成してるんですかね。ここがねチャット GPT 特有の問題なんですけど、このチャット GPT はインターネット上の情報を基盤として答えてるわけなんですね。しかしインターネット上には古い情報や誤った情報もね、一定数含まれておりますから、情報の正確性にはねやっぱり疑問点をね抱かされないという声も上がってるんですよね。で、業務上ねチャット GPT の情報を鵜呑みにして正しい情報として利用してしまう、または提供してしまうと、場合によってはね本当ではない虚偽にあたる可能性もありますよね。つまり間違った情報をそのままソースとして使用してしまいますと、インターネット上で誹謗中傷などのね不法行為になることもありますし、またプライバシーの侵害、他人の著作権を侵害して著作権法違反になることもあるので、使用にはね注意をすることが必要ですよね。はい、そうですよね。実は私も何度かこう言葉の意味ですね、何々って何ですかというような質問をしたことがあるんですけど、結構間違った情報だったんですよね。なのでその元の情報は何なのかっていうのは常に気にしなければいけないかなと思います。はい、あとは今回話題にしているチャット GPT だけではなくて、画像生成の AI もかなり問題になっていますよね。その AI が作ったオリジナルの画像や写真と思いきや、その学習元であるこうアーティストや作家の方の作品とそっくりであったりとか、その著作権侵害に当たるのではということで、割と問題になっているケースが多いのかなという印象です。このね問題も増えてきてるようですよね。はい、結局ね AI の学習元が明らかではないこと、そしてこの AI を使った当人は誰の作品とそっくりだとはね知らないで使ってしまうことで、そういったことをね予防するための対策、今後も求められてますよね。はい、そのチャット GPT も画像生成 AI も実務として利用するにはまだまだ多くの課題があるということですね。その通りなんですね。あくまでも限界があるということを知っておきたいと思うんですよ。で、自動応答のツールなんですよね。で、人の論理的思考力や判断力は備えてないんです。ね、ここ大事だと思います。で、その上でチャット GPT を便利に使う方法として、例えば文書の添削だとか、構成の作業、プログラミングなんかはね活用されるのではないかなと言われてるんですね。で、そのような使い方であれば、原則として、法的な問題に該当することはないでしょうし、またチャット GPT の得意なこととしては、アイデアの提案ということがあるようなんですね。あとキャッチフレーズ、コピーライティングなどのねアイデアを聞いたり、企画を考える際のアイデアを提案してもらうというのもねいいのではないかと言われてるんです。で、こういうのもねあくまでね提案だったりするので、やっぱり最終的にはね人間が決めるということで、チャット GPT の提案は参考程度にね活用されるのがいいのかなと思いますよね。はい、そうですね。情報やアイデアをこう参考程度に得て
やはり最終的には人の手によってこう公開できるものですとか実際に使えるものまで持っていく必要があるということですよね。うん、まあ、そういうことですよね。まあ、例えば先ほどお話した個人情報やプライバシーの侵害にあたる情報でも、まあ、ユーザーがね、きちんと法的な要件に当たらないように、まあ、自分自身で配慮して使うことができるわけなんですよ。で、情報の精査には、まあ、自分自身最終的にはユーザーが慎重に行わなければならないということなんですね。で、ネットリテラシーを、まあ、結局ね正しく持ってね利用することができれば、まあ、最終的にやっぱりチャット GPT 便利なツールなのではないかなと思ってはいます。うん、はい、その安全に正しく使うことができれば業務の効率化にもつながりそうですよね。うん、すごくそうなんですよ。で、現在もねどんどん、まあ、進化が進んでます。開発が進められてるわけですから、チャット GPT ね、まあ、例えば医療の現場でも注目を浴びているよということなんですよ。で、まあ、例えばね内科の診察の際に患者の問診の回答を解析して原因の予想や必要な検査、治療薬の選択の目星をつける作業には、まあ、役立つかもしれないと考えられてはいます。また処方する薬の正しい飲み方、起こり得る副作用など患者の疑問や不安を、まあ、解決するような質疑応答は得意分野だったりするでしょうね。うん、他にもねチャット GPT は人間が書いたような長文の出力も得意なわけなんです。で、論文作成の、まあ、そういったものへの応用なども期待されているようなんですよね。で、まあ、ちなみに私たち弁護士業界でも、まあ、AI 自体はね、まあ、結構今活躍が増えているようなんですよね。弁護士というのは法律や過去の判例をもとに解決策を見つけるわけなんです。で、そうであればね膨大なデータを処理できる AI っていうのはまさにねこういった法律を扱う弁護士業にはねまあぴったりなのかなと思いますね。ね、まさかと思いますけど、まあ10年後弁護士ねいらないなんていうことがあるかもまあちょっとね心配はしてますけれどね。はい、はい、そうですよね。本当に専門知識がこう膨大に必要なそういう特殊なお仕事ほどこういう AI ってうまく活用できるのかなと思います。まだまだその課題はたくさんあるんですけども、はい、これから私たちの暮らしとか社会にどのように浸透していくのかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。さて本日はチャット GPT の法的問題について長友先生に解説をしていただきました。ことに弁護士カフェでは地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前に、ぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛てにどうぞ、ファックスかEメールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。はい。まあね、チャット GPT、はい、これからもどんどん進化すると思います。で、便利になるかと思いますので、まあ、ただね個人情報と、まあ、そういったものをね他人の迷惑にならないように気をつけて使いたいと思います。本日のことに弁護士カフェは長友国際法律事務所弁護士の長友孝則とアシスタントの加藤がお送りしました。ありがとうございました。弁護士の小野明義です。弁護士法人ことに暁法律事務所では分かりやすく親切にあなたのお悩みをしっかりと伺います。私小野明義と小野博道、馬場幸喜、3人の弁護士がそれぞれの強みを生かして問題解決へサポートいたします。西区ことに1条6丁目西区役所向かいことに第一ビルディング3階、電話 624-0055。 番組ことに弁護士カフェも放送中です。西区ことに暁法律事務所で検索。ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい。ことにの町の長友国際法律事務所。
どうぞお気軽にご相談ください。琴に弁護士カフェ、この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。